喧嘩番長2フルスロットル。お前なんぞ小指で十分だ。
鉄極東線。西には閑静な住宅街が広がる極東駅、東には高層ビルが立ち並ぶ古宿駅をつなぐ。一見平和に見えるこの極東線沿線が、まさか東関すべての強者どもを巻き込んだ日本史上最大の抗争事件に巻き込まれようとは、誰も知る由はなかったのだ。正義を愛する熱血番長田中康夫率いる極東連合と、東関最大の規模を誇る東関競争連合が今まさに激突しようとしていた。これでしまいだべ。さすがに二中最強コンビの俺らも苦戦したな。でもよ、四中のクソども思ったよか弱かったぜ。これでここいら最強は俺らに決まりだべ。なあ、リョ。ま、最初から分かっちゃいたけどな。なあ、リョウ。お？明日で卒業だな、俺ら。ああ。ごめん、舐められんなよ。上上がってもよ。ああ、足りねえだろ。二中の強肩が上にビビるわけはねえだろ。ビビるどころか、速攻であっこの連中締めてやっからよ。だよな。俺もおめえに負けねえくらい、あっちで活躍してみせっから。ああ、気合い入れていけよ、二中の悪魔さんよ。いつか、どっちがすげえか決めるべ。おお、絶対勝つ。起きなさい。なあ、はい。勉強する気がないなら廊下に立ってなさい。少しは目が覚めるかもよ。そりゃどうも。今頃何やってんだろうな。すげえやつになってたりして。お、何やってんだよ、そんなところでこの不良少年が。極東高校副番山本博、腕っぷしではなく仲間を大事にする優しさを買われ、今や極東高校の副番にまで上り詰めた男。番長である田中康夫とは古くからの親友で頼りにされている。あ、ひろし先輩、うっす。また斉藤ちゃんに怒られたんか。ちゃんと勉強しろよ、少年。あ、はい。やそ、帰りにいつものラーメン屋寄ってこうぜ。またラーメンかよ。昨日も食ったじゃねえか。あそこのラーメンだけは別格。何回食っても飽きな。ん？ん？
あんたかよ。ここで一番強いってのは。ん？極東高校番長、田中康夫。極東高校番長であり、極東戦史上最強と言われる軍団、極東連合の初代総長を務める。義理人情を重んじ、その熱き拳で、弱きを助け、悪をくじく、男の中の男と称賛され、誰もが知る愛すべき番長である。おいおいおい、いきなり誰だよお前は。俺は二中仕切ってたもんすよ。二中の？ああ二中の狂犬だろ。へえ、有名人に会えて嬉しいな、ヤスオ。んで、ポチがなんか用か？ポチじゃねえ、狂犬だよ、狂犬。はいはい、わかったわかった。そんで、その狂犬さんが俺に何の用だ？俺、ここも仕切るつもりなんすよ。だから、頭のあんたをやって、俺がトップに君臨する。ただそんだけだ。怠慢、受けてくれますよね、先輩。めんどくせえからやだ。はあ？あんた、それでも番長かよ。ビビってんのか？はいはい、ビビってるビビってる。んじゃな。かわいそうじゃんかよ、少年が。待て、てめえ。ほら、おろ、クソだら。ボケが。ああ、いってー。おい、新入生、厨房の時の実力が通用するほど、ここは甘かねえぞ。こいつ、普通じゃねえ。俺のパンチを簡単に避けやがった。少年、相手が悪かったな。でもよ、お前いい根性してるぜ。じゃな。あ、待てよ、安男。もう2年だってのに、学校閉めるどころか、下っ端もいいとこだよ、俺。二中の。狂犬って言われてた頃が懐かしいの？極東高校2年 B 組、加藤陽子。二中の狂犬とは、幼稚園時代から幼馴染である陽子。優しくて面倒見も良いことから友達は多いが、地味な外見と強気な性格が災いしてか、男性とお付き合いしたことはない。そうそう、あの頃の俺はもっとビシッと気合いがあって、なんだよ、陽子かよ。なんだはないでしょ、幼馴染捕まえてさ。悪かった悪かった。お、授業中だろ、お前。もうとっくに終わってるよ。これから図書室に行くの。一緒に来る？いいよ。図書室なんかには用ねえし。俺は帰って寝るわ。んじゃな。もう。おろ。
当に。おい。お。おお。おい。おお。どうも。ああ。おお。え。おい。の。よし。ハハハハ。